派閥政策集団に変わりました。そして、その最たるものが宏知会ですから奥義集団と言われたけど我々は政策集団。岸田派ナンバー2の根本事務総長は総理に就任後も岸田総理が派閥の会長を続けていることは政策集団としての岸田さんの判断だと思うと述べ今後も会長を続けるとの認識を示しました。 菅前総理は歴代総理は派閥を出て総理を務めたなどと苦言を呈していました。